カマラ・ハリス米国副大統領が、ムン・ジェイン大統領と握手した直後、自身の服で手を拭うような仕草をするシーンが SNS を中心に拡散し、韓国で非難の声が相次いでいる。現地時間23日の外信によると、ムン大統領は訪米日程の3日目となった21日午前10時、ホワイトハウスの付近の政府ビルでハリス副大統領と接見。ムン大統領とハリス副大統領は、 互いに感謝の意を表して握手した。この時ハリス副大統領は握手した直後、すぐに手を拭うように着用していたジャケットの裾付近に手をこすっていた。このシーンがホワイトハウスの公式 YouTube に生中継されると、SNS を中心に無礼だとの指摘が相次いだ。ハリス副大統領はこの直後、 バルコニーに移動し首都ワシントンの象徴である高さ 169M のワシントン記念塔を眺めながらムン大統領と会話を続けていた。米国のフォックスニュースはハリス副大統領が先週金曜日、ホワイトハウスでムン大統領と握手した直後、すぐにジャケットで右手を脱ぐ様子がカメラで捉えられたとし、多くの SNS ユーザーらは、ハリス副大統領の無礼な行動を強く非難していると報じた。 同メディアは保守系と言われていて、革新系の民主党支持者が共和党に対して人種差別的だと責め立てていると批判してきた。実際、これはブレイだけでない、差別的だやもしも共和党員がこのような行動をしたならば人種差別主義者のレッテルがつけられるとのコメントもあった。また韓国ではブレイだや国恥だや差別される黒人に差別される文大統領などのコメントが殺到中である。 ハリス副大統領はこの直前、最も多くの米国在留韓国人が住んでいるところが、私の故郷カリフォルニア州だと話し、ムン大統領に親近感を示していた。また、ムン大統領はガラスの天井を戦闘で克服したと黒人系のハリス副大統領を称賛したばかりだった。